ほんのちょっとしたミスですね。そうなりますと、このリプコフスカヤが果たしてセレブリアンスカヤを下すんでしょうか。この3種目目クラブの演技、この得点以下によっては優勝争いが大きく左右されます。入りから何かドラマを感じさせますね。強烈な印象を去年日本のファンに残したリプコフスカヤです。去年は非常に硬い感じもあったんですが、この柔らかさ、しなやかさ、体重も6キロから7キロ増えているんですね。そうですね、本当に硬い印象があったんですが、この体重が増えたことは彼女にとっては良かったと思いますね。しなやかさが出てきたと思います。今の肘での受けですね。わざと足の形です、はい、手だけじゃなくて、あ、ここは足で押さえる予定だったと思いますが、手で取りました。ミスではないですね。予定が変わってもミスに感じさせないというのは、そうです、鈴鹿さん、そういうのは舞台でも共通するところでしょうかそうですね、いかに処理がうまいかによって 0.1 で済むのか 0.3 になってしまうのかで、ね、随分違いますからね。その処理っていうのはやっぱりトップ級はうまいですね。その 0.1 が大きく優勝争いに響いていくことになります。リプコフスカヤ初優勝に向けての演技。さあ、ここからバランスをしてかかとを上げて、上がりますね、上げたまま体を回転させていきます。バランスで終わりました。揺るぎないこのバランス、あ、ようやく笑顔も出て満足のいく演技だったんでしょうか。ここが足で押さえる予定だったんですが、左手でキャッチ、ミスではないんですね、はい、さあ得点が待たれます。 9.855、 かなり高い点。さあ、このままでいくとリプコフスカヤが初優勝となるんでしょうか。コマーシャルの後はリボンの演技です。